こんにちは。こちらは HR2UTV です。今回は、平野さんといえば、今年5月にジャニーズ事務所を退所し、海外での活動を目指していると報じられていますが、その真相や今後の展望について、初めて本人の口から語られました。それでは、動画を見てみましょう。 動画では、平野さんが自身のジャニーズ事務所との契約内容について不満を漏らしています。平野さんは、事務所が彼の収入のほとんどを管理し、自由に使えるお金はほとんどなかったと語っています。また、事務所からはグループ活動を優先するように言われ、 ソロ活動や海外進出に対して制限があったとも明かしています。平野さんは自分のやりたいことをやれないことに苦しみグループ内でも孤立していたと告白しています。動画では平野さんがジャニーズ事務所の藤島ジュリー稽子社長との関係についても触れています。平野さんはジュリー社長に 自分の対処の意思を伝えるために何度も面談を申し込んだが、都合が類いと言われて断られたと語っています。また、ジュリー社長からはグループ内での役割や方向性についても理解されなかったと感じていたということです。平野さんは、ジュリー社長からの裏切りに傷つき、自分の夢を追うためには、 事務所を離れるしししかないいとと決断したと告白しています自分の夢を追うためには、事務所を離れるしかないと決断したと告白しています。平野さんが、今後の活動についても語っています。平野さんは、自分のやりたいことをやるためには、海外での活動が必要だと考えており、英語の勉強を続けていると明かしています。 また、滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、清尾義に興味があるとも言っており、今後はそちらとも連携していく可能性があると示唆しています。平野さんは、自分の夢を追いかけるためには、困難や批判も乗り越えていく覚悟があると強調しています。キスマイ f t にのきた山博光が、 8月31日でジャニーズ事務所を対処することが発表されました。北山の対処の噂は以前から報じられており、対処に向けた話し合いは昨年秋から続けられていました。今年に入って、すでに事務所を去った V6 の三宅家、ジャニーズジュニアの愛マスター・オブ・ビジネス・アドミニスと CT を触れるステーションの7人全員、 キングプリンスの平野の章。神宮寺優太。そして、9月30日に退所予定とされる騎士太も同じようにしていますが、ファンの中にはタイミングが良かったというエールを送る人もいます。事務所は沈みゆく泥船と見る向きも増えているようです。藤島ジュリー恵子社長の現体制では、 もう持たないんじゃないかという雰囲気が漂い始めています。対処ラッシュが加速するのではという声が上がっていますが、逃げえというほど甘い世界ではありません。対処後も踏ん張ってこられたやめじゃにたちは、ファンや業界関係者から支持され続けた一部のスターです。彼らには、 ジャニーズの意向がなくてもそれなりの地位を築ける魅力と実力が備わっています。ジャニーズは年商1000億円とも言われる巨大企業であり、成果外問題はきちんと解決しなければなりませんが、そう簡単に潰れることはありませんし、周囲も潰しません。看板しかないジャニタレに待っているのは地獄である。 個人的に泥船以下だと思う。謝罪も会見ではなく映像のみ。第三者機関を置かない調査。社内調査のみ。最もらしいことを言って、第三者委員会を置かない処置だけどもみ消し。これ以上被害者の増加をしたくないから社内調査でやり口外しないようにする。ジャニーズのターニングポイントは、 スマップを切った時点で崩壊は始まったと思う。会社のコンプライアンスにうるさい昨今で、ジャニーズのあの対応はないですね。CM にしろ、ドラマにしろ、映画にしろ、お金を出してくれるスポンサーがいて成り立つ商売です。スポンサーたちも、企業イメージやコンプラにはうるさいので、このままで済むとは思いませんが、 個人的には、受け皿があるなら、すぐにでも逃げた方が良いと思います。マスメディアは、うやむやにしたいような雰囲気を出してますが、事務所、会社側が、しっかりとした対応をしないと、今後、確実にスポンサーが離れていき、近い将来仕事が激減することが想像できます。 何よりもごたごたしている中で仕事を続けるのはタレントにとっても大きなストレスだと思います。現在の環境を切り離し、新天地で全力で活躍してもらった方がファンも喜ばんじゃないでしょうかね。ファンは事務所じゃなくタレントについていると思うのだ。試験です。北山くんはある時を境に 仕事に対する姿勢が変わりました。デビュー当初はあまり褒められた態度ではなかったですが、その振る舞いを中井くんに悟されてから人間的に成長したと思います。だからこそ今回の対処だと思います。孫徳の話ではなく、北山くんが成長した証です。全員移籍すればいいと思います。 それぞれの事務所でまた芸能活動をすればいいし、マスメディアの報道も適切にされて、ジャニーズ辞めた人たちが圧力を受けることもなくなる。公正なテレビ界と公正な芸能活動ができるように、世の中の流れが変わってほしいです。今のタイミングの対処は逃げえとか関係ない。辞めるなら、 前々から話を詰めて行かないといけないから単なる偶然。逃げようとしてるタレントの対処するなら結果が出てくるのは、今から調整を始めることになるだろうし半年。一年後だと思う。会社資産とジュリーファミリーの資産を現金化し、関わったタレントたちや社員に均等に分配し、解散しよう。 タレントはマネージャーなどと移籍。イベントやコンサートなどもそのまま。外中イベントスタッフもそのまま続行。楽曲の権利やカブティーを起用などの権利は、それぞれのタレントにただで譲渡ジュリーたちに一円も残すな。遺跡狙いで対処したところで、 ジャニの圧力を受けてきた男性グループが所属する事務所には行けないだろうね。大手は自社で人気グループを複数抱えてるし、長年ジャニの権力に依存してきたタレントを抱えてやる義理もない。タッキーも副社長時代に性加害問題を認識していたかはいずれ問われるだろうし。 TOBE がジャニーみたいにタレントの少年性を売り物にするやり方だったら世間は受け入れないと思う。一代で築き上げたものを後取りたちが店を潰すって話はよく聞くけど。今回はジャニーズを一代帝国に築き上げたジャニーさん。そのジャニーさんと共にやったメリーさんみたくジュリーさんには足りなかったのか力不足だったのか。 ほとんど出来上がっていたものをいかに維持しさらに発展させていくのかがジュリーさんの役割だったろうけど、結局古い話になるけど、飯島氏との対立からスマップが分裂し解散したあたりから、徐々に陰りが出始め、古参の大将、ジャニー、ジュリー両師ナキアと育成を任されていたタッキーが事務所を離れ、キンプリメンバーの分裂、 とどめは、まさかの初代の今回の件。ジュリーさん。攻めるのは得意だけど守ることはどうやら苦手だったとしか。でも、今回の件は想定外の出来事だったのだろうね。おそらく、個人的には、ジャニーズにはお金を極力使わないようにしたいと思う。グループは好きですが、